日本とデンマークの関係は、デンマークと日本の二国間関係を指す。東京在住のデンマーク人は500人である。在日デンマーク大使館は、東京都渋谷区に、在デンマーク日本国大使館は、コッペンハーゲンのハベナホルマンに所在している。1867年の否定、州交通商公開条約に伴い、外交関係が樹立された。 第二次世界大戦に伴って外交関係が断たれ、1952年に国交を回復するまでの時期を除き、外交関係は続いている。日本とデンマークの接触が始まったのは、デンマーク東インド会社が設立された1600年代初頭とされる。1867年日朝、州交通商工会場約締結。1871年。 不平等条約改正交渉のためとこうした岩倉、施設団はデンマークに5日間滞在し、1873年4月19日には、クリスチャン旧世に越見帰国後、施設機構参集専務心への久めくにたけは、特命全権大使米王海乱熟機の中に、連馬国の木の一章を設けて、デンマークを紹介。189,510月19日。 1867年の条約を改正した日本デンマーク通商公開条約がコペンハーゲンで上院され、その翌年に批准、交付、日本側の全権は赤羽四郎、デンマーク側はレーツストート。民間では1866年に来日したデンマーク人商人フレデリック・クレブスが1874年に炭鉱採掘技師として三菱に入社し、 後に幹部にまで出世した。1892年から森王外がアンデルセンの即興詩人の方約を断続的に発表し、1902年に単行本として観光、天河な微分でロングセラーとなった。1900年にはバルデマーが来日。デンマークの農事改良についてはたびたび紹介されて定評があり、1九百八年には衰退した養鶏業を 共同経営で復興させた広島県のある村が、小庭、松と呼ばれて称賛された。1911年に、内村勘三が、デンマルク国の話、信仰と樹木等と思って、国を救いし話を講演し、エンリコダルガスの植林事業を優れた施策として、紹介。1912年には、植民地統治に当たっていた台湾総督府議士の、東郷忌が、 デンマークの農業改革を高く評価し、低末農業論を表し、翌1913年には、デンマークのニコライ・フレデリック・セベリング・ルントビの教育事業に触れたドイツのホルマンによる国民高等学校と農民文明が刊行されるなど、プロシアとの戦争に敗れて疲弊した国を農業改革や教育で再興させたデンマークの試みは、日本の農本思想家たちの共感を呼んだ。 1923年には、エミール・フェンガ一家が、模範農家として、北海道庁に招かれ、5年間滞在して、デンマーク式ラクノを指導。1926年には、デンマークのボトベ陸軍飛行隊員と、陸軍二等技士のオール戦勝尉が世界で、初めて飛行機で、コッペンハーゲン東京間を往復。同年、デンマークの教育機関ホルケホイスコーレを参考に、 加藤幹事が日本国民高等学校を1936年には松前重吉が東海大学の母体となる私塾を開設するなどデンマークは農業と教育の理想の国というイメージが定着していった在日デンマーク大使館1988年には両国の貿易額は20億ドルに達している日本からデンマークへは乗用車やバイクコンピューターが 主に輸出されている。デンマークから日本へは豚肉、エビ、チーズ、医薬品が輸出されている。また、日本には、レゴや、ノボノルディスクなどのデンマークの企業が進出している。ありがとうございます。